株式会社、山陽物産は、愛知県名古屋市に本社を置く、パチンコパチスロメーカー。テレビ CM などで略して、山陽と呼ぶ場合は、山陽電気等とは異なり、山陽の、さにアクセントを置いて発音している。事実上のイメージキャラクターはマリンちゃんで、権利物時代から、海、マリンに、こだわりがあり、パチンコメーカーではいち早く水着キャンペーンがあるの。 オーディションを行い、グラビアアイドルを起用した。また、海物語シリーズの大ヒットに加えて、2020年に販売された、ピーダイクの原産、超イバテの大ヒットにより、近年では、パチンコ店でのシェアで、業界首位に立っている。代表作の海物語シリーズでは、簡単で単純明快な演出が幅広い、年齢層に受け、業界ナンバーワンの、 ヒットシリーズとなった。また魚群リーチを生み、リーチ軍予告イコール激圧という、今や、どのメーカーも類似した演出を見せるほど、確立された予告アクションである。今後も、海物語シリーズを中心に、業界のリーディングカンパニーとして、躍進を続けることを目標に掲げている。一方、パチスロキは、同社が、自社開発した初のパチスロキとして、 PS アドリブオジオ2007年に発売した。2017年に発売されたセインとセイヤ海洋覚醒ではシンプルでわかりやすいゲームシステムに加えて複屈システムや5.5号機トップクラスの出玉性能を誇るセイントラッシュ等がユーザーに支持された。2011年、より子会社の株式会社サンスリーブランドでのパチンコ台の販売を開始した。 出店、パチンコ機種情報、機種インデックス出店、パチスロ機種情報、機種インデックス。ありがとうございます。